えー、9月大阪府の岸和田だんじり祭りが2年ぶりに開催伝統継承保のため緊急事態宣言下であっても開催すると運営団体が断言民間主体で行政介入もなく市も無観客と感染対策の徹底を要請という提訴を進めるのみ、えー、警察の警備あるもの,の街なかで無観客飛行は飛行でいいのかな、まあ、まず不可能激しい運動と密でマスクを外し応援するクラスター必至の祭りですさ参加者は市民の奥にも反対ファイルがどちらつらいか立場上報の言えない制限もさまざまなところに苦情問問を問い合わせるも効果なしこの暴挙にご意見ください僕も止められないと思うんですよね であの多分もう人類2種類に分けるしかないと思っててあの気にしない人たちと気にする人たちしか分けられないと思うんですよね。であの、まあ、ヨーロッパのほとんどはもう気にしない人たちになってるんですよあの、まあ、ワクチンを打ってるので重篤化することそんなにないよねなので別にもう今まで通り過ごしましょうっていうので別にあの外出るときとかもマスクする必要ないんですよフランスって。で、まあ、ドイツとか多分ヨーロッパ中そうじゃないかな。 あのまあスウェーデンだったりスイスだったりとかスペインだったりイタリアとかも確か外に出る時にマスクしなくてもいいんですけどっていう形でその本来じゃ感染対策をするのであればみんなマスクした方がいいよねなんですけどもうワクチンも打ってるしもう気にしないで生きてこうよっていうのが多数派だったりするんですよ。で多分時間の問題で日本もそうなると思ってるんですけどただどうかなと思うのはそのワクチン打ってない人たちがそれ言ってるっていうのが僕分かんないんですよね。 あのえー、と大阪が確か3月以降亡くなった人は、ワクチンを打ってない人だけなんですよね。なので高齢者の方とかでも重篤化する人はいるんですけど、ワクチン打ってる人で亡くなった人いないと、で確か群馬もワクチン打って亡くなった人いないんですよ。で、まあ、東京はワクチン打って亡くなった人もいるんですけど、なんで、ごく少数なんですよね。っていう感じで、実はあのワクチンを打ってると死なないという現実が割と、おともれてる、すみません。